9月22日、内田有紀さんがバラエティ番組誰かと仲良い、フジテレビ系にゲスト出演。現在のパートナー兼マネージャーが元俳優の柏原隆さんだったことで注目を集めている。パートナー兼マネージャーとの関係性について語った。キスマイフット2の藤ヶ谷太輔さんがマネージャーの方、内田さんのパートナーの方も交えて食事をしたと明かすと、中居正広さんが不思議な表情に。内田さんが中居くんごめんねと呼びかけると、ムロツヨシさんがビジネスパートナー兼パートナーっていうことですよねと補足し、中居さんもあ、そうなの、そういうことと驚きの声を上げた。内田さんは、私のパートナーはもともと俳優なので、それが A スタジオという番組で鶴瓶さんと中井貴一さんがうちのマネージャーのことを話してくれたおかげで、それが放送されてからは局に行くと、あ、だよねってリアクションに変わったんですよ。あまりに今までなかった関係でやっているから、言い出せないから話してくれてありがたかったと告白。藤ヶ谷さんは共演時の印象として、最初僕は全く知らない状態だったので、お芝居のテストをした後にパートナーの方とユキさんが結構こうした方がいいんじゃないかとか、すごいこういう事務所あるんだなってと率直な思いを打ち明けた。内田さんはそんなパートナーについてバスバスと突っ込めるのは、そこはもう腹割って話せる仲間、そういう人と仕事がしたくて、一番厳しいですねとコメント。中井さんからムカつかないと向けられると、お互い帰りの車の中で言います笑い。お芝居に正解もないじゃないですか。それは世の中の方たちがどう捉えて評価されることですから、私たちが決めることではないと。だけど真摯に向き合ってハートがないことをするんじゃねえってなると、ハートはあったよって、彼女彼女でもなくもう家族ですねと笑顔を見せた。内田さんは続けて、相手の生き方とか芝居の向き合い方とかをリスペクトできていれば、私がすごく尊敬しているところがあるから成り立つ。今もなお私よりも先にアップデートを重ねている人間がいるんですよ。そうすると私の頭一つや目二つで見ていることよりもさらに倍になるわけですよね。もっともっと深いことができるから、私の中ではこの上なく仕事がしやすい。どんどん切磋琢磨してピカピカに光ると熱弁していた。番組内では元俳優と名前を伏せられていましたが、以前から柏原さんが内田さんのマネージャーを務めていることは業界内を中心に知られていました。2人は2001年のドラマビッグウィング、 TBS 系などで共演していました。その後内田さんは2002年に俳優の吉岡秀隆さんと結婚、しかし2005年に離婚しています。複数の週刊誌で2009年末頃から内田さんと柏原さんの交際発展が報じられました。また2022年のトーク番組 A スタジオプラス TBS 系に内田さんがゲスト出演した際、 MC の笑福亭鶴瓶さんが内田さんと元俳優が2人でいるところに遭遇したことを明かしていました。ただ内田さん本人が事実婚を認めたのは今回が初めてではないでしょうか。内田さんの告白でにわかに注目を集める柏原さんは、1996年のドラマは苦戦流し、フジテレビ系や同年のいたずらなキス、同系などでブレイクするも、2014年の映画幸せのプランに出演したのを最後に表舞台から姿を消していた。現在の柏原さんは内田さんのマネージャーとして完全に裏方として徹しているようだ。4年ほど前から内田さんの仕事先にも同行するようになったそうです。スーツを着てテレビ局や芸能事務所の人たちとも名刺交換し、誰に対しても腰が低い。内田さんは大手芸能事務所に所属していますが、最近は柏原さんが仕事の交渉やスケジュール管理、送迎などマネージャー業全般を担当しているようです。
誰かと仲居で内田さんも話していたように、元俳優という経歴を生かし、第三者的な視点で演技面のアドバイスもしているそうです。柏原さんは2004年に傷害事件を起こし、芸能活動を一時謹慎した過去があるなど、俳優時代はトラブルの印象もあった。マネージャー転身後の仕事先での評判はというと、柏原さんは内田さんのインタビュー原稿もチェックしています。事務所によっては無茶な修正依頼をすることもありますが、柏原さんの指示は具体的で分かりやすく、インタビュアーの意図も汲み取ってくれるそうです。またインタビュー原稿での何気ない言い回しや文章の構成を褒めるなど、細かい気遣いを絶やさない。事務的になりがちなメールのやり取りでも丁寧な言葉遣いで温かみがあり、仕事がしやすいと好評なんです。内田さんにとって、公私ともに支えてくれる敏腕マネージャーの存在は励みになっている。素敵ですね。